3月の5日間は、岡田力の儀曲。2004年に、岡田の劇団、チェリフィッチュにより、ガーディアンガーデン演劇フェスティバルにて初演。翌年第49回岸田国史儀曲賞を受賞。また、岡田自身によって、小説版が2005年に発表されており、これは小説、私の場所の複数とともに、私たちに許された特別な時間の終わりとして2007年に出版され、 翌年、第2回、大江健三郎賞を受賞している。イラク戦争が始まった2003年3月、六本木のライブで知り合い、そのまま行きずり的に5日間ラブホテルに泊まり続けた、ミノベとユッキーの話が中心で、これに、電波系の少女ミッフィーとアズマの出会いと、渋谷で起こった反戦デモになんとなくという形で、参加するやすい、石原の話が、サブプロット的に加わる。 しかし、劇中では、ミノベーや、ユッキーがそのまま登場するわけではなく、彼らから聞いた話を7人の役者が再現するという、形で進行する。舞台セットもなく、役者たちは、現代の若者の、いかにもダラダラとした口調そのままで喋り、しばしば途中で曖昧なまま途切れたり、飛躍して、意味不明になったりする。そして、これからこういう場面を演じるということの断りを、 観客に対して行う。例えば冒頭の男優一のセリフは以下のように続く。それじゃ、3月の5日間ってのを始めようって思うんですけど、第1日は、まずこれは3月の話っていう設定で、これからやってこうって思ってるんですけど、朝起きたら、なんか、見延べって男の話なんですけど、ホテルだったんですよ朝起きたら。 なんで、ホテルにいるんだ俺とか思って、しかも隣にいる女が誰だよこいつ知らねえっていうのが、いて、なんか寝てるよとか思ってっていう、でもすぐ思い出したんだけど、あ、昨日の夜そう言えばっていう、そうして、その時の登場人物の行動やその時に感じ、考えたことを時に前後しながら再現していく。特にクライマックスがあるわけでもなく、最後は5日目に二人がホテルを出、男が女に、 割り勘の代金を払って、共に駅に向かい始める場面で終わる。ありがとうございます。